こんにちは。何をおるとんねん話で、またまた、コロナの貸し付けとったらこったらの、ちょっと思ったんがね、会社辞めますやん。会社辞める時にというか、失業した場合なんですけど、退職した場合、何やら総合支援資金のもらえません。総合支援資金を月15万とか20万とか、3ヶ月とかありません。総合支援資金をもらいながら失業手当ももらえるんかいな思ってね、いい思って両方もらえるんかな思ってちょっと調べてみたんですね。ほんならね、普通はあかんらしいですわ。今回はこのコロナの特例ということで、総合なんやら総合支援資金をもらいながら、失業手当はもらえる。だから会社を辞めはった、もしくはクビになったとか、まあ失業した人、退職した人は、総合支援資金を申請して、まあ、その、雇用保険入ってある人は失業保険ももらうと。両方もらうと。っていうことは、OK です。はい。特例いうことで。はい。それから年金も OK らしいですわ。年金もらいながら、生活支援資金もらうと。ほんまはあかんと。本来はあかんと。今回は特例で OK っていうことです。一応ね、どこやら公明党のホームページで撮ったんですけど、私が探した感じでは。一応、その、厚労省の相談窓口に電話して聞いたんですけどね。一回その自分のところの市町村に確認してくれいうことなんで、確認してからあれしてくださいね。はい。っていうことです。もう一個。これはまだ決まってへんみたいなんですけど、何やら休業時。要は今休業してくれいうで、休業時に、もう失業手当がもらえると。なんかそんな、これ、みなし失業っていうらしいんですけど、これはなんか特別措置で、なんかこれから決まるんかなっていうことなんですけど、要は会社辞めてない失業中やねんけど、じゃあ、会社辞めてない休業中やねんけど、失業手当をもらえるというね。それもなんか日額上限が8330円。これも今、なんや、検討中やらなんやら、失業手当、休業で検索したらなんかいっぱい出てきますわ。はい。だからこれが、2個目。失業手当に関することね。休業時にもらえると。みなし失業みたいなね。はい。ということで。休業中の人はみなし失業。会社を辞めた人は総合支援資金と失業手当が一緒にもらえる。はい。両方みなし失業はまだ決まってないけど決まるかもしれん。総合支援資金の方はもう一回自分で、市町村に確認してください。はい。この後にそのホームページちょっとまた紹介しますんでね。その URL も貼っときますんで。はい。いつもありがとうございます。失礼します。はい。浅見次郎です。これですね。公明党様々やね。2020年4月3日、新型コロナそこが知りたい総合支援資金の貸し付け対象は、
いや、ほんまここが知りたかったということでね、これです。失業手当や年金など公的給付の受給者も OK、厚労省が事務連絡特例で除外せずということなんで、失業手当や年金をもらってても、今回は特例で除外しませんということなんで、総合支援資金の貸付対象になるということですね。厚生労働省はこれですね、総合支援資金について厚生労働省は失業手当や年金など他の公的給付を受けている人にも必要な貸し付けを行うよう、何て読むのこれ、促しています、即しています、タコしています、何やろね、ちゅうこっちゃね、っていうことですわ。同資金は通常他の公的給付を受けている人を原則として対象としていませんが、通常は原則として対象としていませんが、厚労省は今回の特例としてそれぞれの状況を踏まえて、単に失業等給付や年金等を受けていることをもって機械的に貸し付けの対象外とするのではなくということですね、必要な貸し付けを行っていただきたいと要請しています。要は水際どうのこうのやつだよね、断られるみたいなね、担当者がそんな知らん知らんとか知ってか知らんけど断るやつだよね、そういうことですね。はい、これが1個目、っていうことです。次がなんか何やら失業、休業者に失業手当ということでね、これヤフーニュース、ね、いっぱい出てます。休業中でも失業手当もらえるで、これもこれね、休業検討中、はい、8300何本、休業中に失業手当を給付、政府が検討を始めたみなし失業ね、仕組みとはとはね、これも、失業手当休業とかやっ検索したらいっぱい出てきますんでね、また調べてもらえればと思います。これも会社から休業手当で出る会社あるでしょ、休業手当もらいながら失業手当ももらえるんかみたいなこともありますしね、だからその辺はちょっと、今後どうなるんかあれで調べてください。はい、以上そんな感じでございます。いつも大きにありがとうございました。失礼します。